で1から7にまで優先順位をつけていきます。全体の順位をつけたら最も重要であるとした1位の項目の理由を書いてみてください。自分の気持ちに素直に順位付けしてください。この中にベストのものはなくてもより近いという基準で考えてください。じゃあ、5分かかるか分かりませんが、一応時間を取ります。じゃあちょっと順位と1位の理由を書いてみてください。それでは始めてください。絶対嘘ね。